巨匠での勝利により討伐軍はついに酒呑童子を確保した。太公望は連日酒呑童子と語らい研究を進めた。そして巨匠に残されていた資材を用いて兵器の建造を始めた。もはや誰の目にも明らかだった。幼者討滅のための方法は見出されつつあった。そんな折、洛陽に幼者の首の一つが迫っているとの報告がもたらされる。酒呑童子を伴って現れた太公望は全軍に指示を出した。幼者はこの洛陽に向かっていると聞く。太公望、なぜ我らはここに来た？ひょっとしてすでにその通り、幼者に対抗する手段を見出した。巨匠から大事に運んできたこいつが、それってわけですか。酒呑童子の精を集め打ち出す兵器だ。そうだな、ヤシオオリとでも名付けようか。幼者を倒せるのか。それを確かめるのだ。なあ、失敗したなら逃げ出せばよ。無論なことだな。さて、俺の軍略どこまで通用するかね。対幼者用の兵器、ヤシオオリを城壁付近に設置した。だが起動までにはしばしの時が必要だ。私と酒呑童子、兵器、いずれが欠けても勝利はない。少々よろしく頼むぞ。兵器の守備は俺たちに任せてもらおうか。あれが太公望が作ったという兵器か。叩き壊してしまえ。太公望の奴は何か企んでいるようだが、城を落としてしまえば何もできまい。ここで気をつけろ。人間どもを叩きつぶせ。関ヶ原の武中半兵衛殿より伝令、ダッキの捕獲に成功したとのこと。ダッキを捕らえた。ついに見えたな、希望の光が。天の助け、助け立ち頼みますぞ。ここで気当てろ。目の覚める戦ぶり、見事。ここでせいぜいあがくがいい。目の覚める戦ぶり、見事。砕いてぶっ壊す、ぶっ壊す、ぶっ壊す。オロチのため、その妖者わしが守る。you
妖者こそオロチ復活の兆しを貴様らに打たせはせん。敵を打ち取ったれ。させぬぞ。みんなあと少し耐えよ。間もなく準備は完了する。天道寺を狙え。執着至極に存ずる。金ごと噛み砕いてる。みんなよく耐えた。ヤシオオリは完成した。これを使えば妖者を打ち倒せる。さあ反撃の狼煙を上げるとしよう。ヤシオオリの基本操作は土砲と同じだ。妖者の動きを見極め確実に弱点を打て。続けて打ちすぎるな。気泡が焼けつきしばらく操作不能になる。させるわけにはいかねえな。妖者もバカではない。自らの脅威は潰そうとしてくるだろう。
幼者を沈めたか。みんなよくやってくれた。ほう、幼者からあのようなものが生まれた。だが恐れることはない。すでに一度打ち倒し得た存在だ。さあ人の子らよ、今再びオロチを超えよ。オロチと幼者、まあ何か関係があるとは思ってます。消えたか。やはりあれは一生賢者。さて次の手を考えますか。これで幼者を倒したんですかね。撃退には成功したようだ。だが滅するには至っていない。オロチを吐き出した幼者は地の底を這い巣に戻ったのだろう。奴らの巣にはあんなのが8匹もいる。全て打ち滅ぼすには兵器の数も攻め入るための兵力も圧倒的に足りないな。人間の数は減りすぎましたから。幼者が吐き出したオロチ、あやつは本当のオロチではない。あれはただ滅びをまき散らすものじゃ。あのようなものをわしは認める。どうやら俺たちがついてってたオロチは本当にいなくなっちまったようだ。いい加減認めなきゃならないかね。その上で見定めるとしようか。進むべき道ってやつ。幼者の巣にヤシオオリを運び込む手はず整えてまいった。しかし何もかもが不足している。今のまま攻めて勝てるとは思えんがな。ああ、では一体どうしたら。そもそもあれを出現させなければいいんじゃない。ダッキか。お久しぶり大工房さん。出現させないってどうやって。幼者出現前には戻れないんじゃ。私の過去になら戻れるわよね、かぐやちゃん。前回の住人たるダッキ様の存在の縁は人に比べてはるかに太く強いもの。故にそれをよすがに時を渡れば荒波を越えることもできましょう。ではダッキ、刑に問う。過去に戻りいかにして出現を防ぐ。それは秘密。信用できん。だが他に手はないか。戦略冴えてましたね。今日いや素晴らしい成果だよ。全知全能たる私の期待に応えられるとはね。見事なものだな。やるな。うまくいったようね。幼者出現前に戻るか。国がまだ固
形を保っておった時代よ。人も資材も豊富に得られよう。だが我らはダッキと共に時を渡るのだ。その時代の者には敵とみなされよう。親しき者と再会できてもすぐに刃を交えねばならぬだろう。ああ幸せだ。あの備前公のひげを間近で見られるなんて。ん？こうなったら欲張らなくては。画寮、法数、五箇所、諸の有名人を一同に。遺憾ながらその夢は叶うまい。諸葛亮殿は幼者出現以来行方が知れぬ。宝刀殿は先のオロチとの戦い後に烙印郷、その後の消息は知れぬのだ。申し訳ない、あまりの嬉しさにはしゃぎすぎたようだね。ダッキをも仲間に加えた幼者討伐軍、そのダッキの過去に渡ることでついに幼者出現という現象を超えた。そこは幼者によって誰の命も失われていない世界。全ての英雄が生きて世を乱すダッキや清盛と争っている時代である。しかし今の討伐軍はダッキを守る立場にある。すなわち全ての人間と敵対することになる。時を超える力のこと、滅亡に向かう未来のこと、無条件でそれらの話が受け入れられるとは考えられない。今まで以上の苦闘が予感された。私の過去にようこそ。というわけでいきなり敵に囲まれてたりして。そうか、ここでの俺たちの敵は人間って、ありゃ父上と兄上じゃ。お二方とも、この時点ではご健勝の様子、喜ばしいことね。いや、まあそうなんだが、さすがに敵に回すのはめんどくせえ。あ、そうそう、私の記憶だと途中で怖い人が来たはずだから気をつけてね。とにかくこの状況を切り抜けなければ、たとえ芝一族の方々と戦うことになっても。出るからには責任を果たさないとね。ダッキとそれに組みする者どもを撃て。いやー、宗師さんたらやる気満々。皆さん、私をしっかり守ってね。父上、何上、宗師さん、さすがにこの状況は面倒くせえ。ナタとやら、ダッキは追い詰めてやったぞ。言われたいのなら勝手に行くがいい。言われなくても勝手にするよ。人間は足手まといだ。行くぞ、ヤブイラたちで砦を落とすなよ。オイラ負けちまっただ。耐えられる、邪魔なのよ。見事な防衛でした。さあ、華麗に反撃へ転じるのです。邪魔なの。て、戦場に迷い込むと、スキルしない。気をつけ。来られるか。大丈夫です、大先生。どこへでも、どこまでも、お供いたします。なんだ貴様。邪魔だよ。
あんたに邪魔するの？この連中はただダッキに従っているとも思えない。守りきれなかったか。バカな、この俺が。ダッキは、ああ、そこか。ああ、思い出しちゃった。ナタさんのしつこい追跡、ここから始まったんだっけ。さすがですな。将兵らの士気も高まりましょう。元気。やっぱお前強いよな。僕が人間に負けた。よりで、そっか、今回の間違いだよ。邪魔者の排除は完了。それじゃあ一気に前線を押し上げちゃえ。ひとひねりにしてやるぜ。覚えておけ、次は容赦しねえぞ。敵将長春雷が華麗に討ち取りました。やるな。語る必要はない。どんな事情があろうと今は敵だ。これほどの力を示すとはな。強い信念に裏打ちされているよ。ここまでの力を感じるのは天地以外だ。戦人の血が騒ぐぜ。さすがですな。将兵らの士気も高まりましょう。君に組する者とは、お前たち。どれほどの凡具かと思う。出番。いや、
ただのゴムではなかったな。危ないところでした。援軍感謝いたします。ダッキと手を組む者たち、その正体は救いがたい愚者、あるいは我らの知らぬことを知る者、愚者の集まりとも思え、この者らの目的知る必要がある。お疲れ様。これであなたたちも人間の敵よ。やれやれ、この先も面倒なことになりそうだ。ダッキ様、お手伝いいたしましょうか。気を使わなくていいのよ、これは私のお仕事なんだから。さようでございますか。では失礼いたします。どうも。私の責任果たせたかしら。父上も宗妃様も何にも言わずに行っちまったな。やっぱりこの時代の人間を全部敵に回さなきゃならないのか。そうでもなさそうだ。ほら見て。おい松だよ、おいらたちも一緒に行くだ。宗妃様と父上の指示だ。お前たちに力を貸せとな。宗妃らは義の中枢を担う立場だ。君主たる曹操が貴様たちを認めぬ以上、今後も敵対せざるを得ない。代わりに俺たちが協力する。宗妃様と父上がお前の言葉に重きを置いた証だ。せいぜい期待に応えてみせ、将軍。呂布と朝鮮が戦場にいたようだが、知らぬ間に姿を消していたが、仲間にする術があれば戦力として期待できよう。幼女の出現を防ぐためにはある場所へ行かないといけないの。オロチ様の居城、古市城よ。というわけで、芝生さんたちはしっかり私を守ってね。馬長さんと半兵衛さんは邪魔する人たちをやっつけちゃって。邪魔する人っていうのはお友達だと思うけど。それじゃ頑張ってね。上場の戦果ね。いや素敵。やるな。お見事にございます。ははっ、上出来だ。人間全部が敵だからね、そう簡単には進めそうにないよね。だが我らがくじけるわけにはいかん。この背には未来を追っているのだ。なあに、そう悲観的になるもんでもないさ。父上や宗妃様は分かってくれた。本気で向き合えばきっと分かってもらえる。芝生さんが本気だって。突っ込むところはそこかよ。